だからって自分の町が滅ぼされて友達が家族が死んでも平気でいろって、その上戦争まで引き起こすなんて。そこも勘違いしてるな。俺は戦争なんてしたくないよ。だったら。でもまあ戦争が好きも嫌いも個人の自由だ。興味ないね。みんな同じだ。高井も宗次郎も彼らは強者だから、踏みにじられる者のことなんてまるで考えない。私は絶対あなたに復讐するわ。身勝手でも間違ってでも私の苦しみを思い知らせてやる。いいよ、ユノア。そこまで気持ちが強いならさ、今やれ。その袖の内側の矢尻でも飛ばすか、試してみていいぜ。俺の指先より速いかどうか。そうそう、復讐なんてそんなもんだ。その程度の気持ちに命を懸けるなんてバカみたいだろう。故郷も家族も新しいのを見つければいいんじゃないか。安心しなよ、外の方が落ち着いたら俺が釈放してやる。その根性に免じてさ。